インデックスは頭の中に10万3000冊の魔導士を記憶しているらしい。俺はなんとか魔術師を退けたが、インデックスの怪我はひどい。魔術を使えば治療はできるらしいんだけど、この町の学生には魔術なんてもうは使えない。そんなわけで一つ、小萌先生頼んます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。現時刻は日本標準時間で何時ですか？それと日付もお願いします。1月20日の午後8時半ですけど。時計を見ていないようですが、その時刻は正確なのですか？そもそも私の部屋には時計はないですよ。先生の体内時計は秒刻みで正確なので問題ないのです。一定の食生活と運動のリズムで体内時計くらい調節できるんですよ。星の位置と月の角度から見て、シリウス方向に誤差 0.038 で一致しました。それでは確認します。現時刻は日本標準時間で7月20日。午後8時30分でよろしいですね。はい、正確には53秒に入ったところですけど。ダメです、起き上がった。構いません、再生可能です。蟹座の終わり、8時から12時の夜半、方位は西方、ウィンディーネの守護、天使の役はヘルワイム。何ですかそれ。魔術。ここから先はあなたの手を借りて、あなたの体を借ります。指示の通りにしてくだされば、誰も不幸にならなくて済み、誰にも恨まれずに済みます。あ、いいから横になって、救急車を待つんです。もう逮捕逮捕。その程度の処置では私の傷を完全に塞ぐことは不可能です。救急車の意味は分かりかねますが、それはあと数分の間に完全に傷を塞ぎ、なおかつ体内の生命力、マナーを必要量補充することが可能ですか？で、何をすれば。先生、魔法少女ではないでしょ。ご協力に感謝します。まずは何ですか、そちらの黒いものは。これはゲームのメモリーカードです。それをテーブルの真ん中に置いてください。ジョブ台ですけどね。これ、この部屋のミニチュアなのですか？素材は関係ありません。形と役割が同じなら儀式は可能です。これは缶ビールの位置です。それよりこちらの指示を正確に行っていただけると幸いです。手順を踏み間違えた場合、あなたの神経回線と
脳内回路を焼き切る恐れがありますので。はあ。失敗はあなたの肉体の破壊と死亡を意味していると告げています。天使を下ろして神殿を作ります。私の後に続き唱えてください。神殿はこの部屋とリンクしています。この部屋で起きたことはテーブルの上でも起きます。テーブルの上で起きたことは部屋の中でも起きます。思い浮かべなさい。はい。金色の天使、体格は子供、二枚の羽を持つ美しい天使の姿。天使。天使を呼んでいるわけではありません。術者であるあなたの意志で天使の形を作り込んでいくのです。はい。かわいい天使、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 かわいい天使。形の固定化に失敗。最低限ブルーカラーのウィンディーネで神殿を守護できれば構いません。続けます。かわいい天使、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 かわいい天使。マナの補充に伴い、生命の危機の回避を確認。ヨハネのペンを休眠します。はぁ、あ。大丈夫です?治すには、自分の体力がいるだけ。怪我そのものは塞がってるから平気。よかった。背負わせることがなくて。背負わせる、こと?ここで私が死んだら、あの人に背負わせちゃうかもしれないからね。あなた、自分のことよりも神嬢ちゃんのことを。わからない。なんだかよくわからないけど。でも。っていうか、なんだってビール好きで愛煙家の大人な小萌先生のパジャマがお前にぴったり合っちまうんだ。ったく、年齢差いくつなんだか。見くびらないでほしい。私もさすがにこのパジャマはちょっと胸が苦しいかも。その発言は舐めてるのです。でも
妹を。本当に本当なんです。もう原爆壁画の残酷現象です。許してください。網蔵ちゃん、うん、先生一つだけ聞いてもいいですか。です。事情を聞きたいのはこのことを学園都市の理事会なんかに伝えるためですか。です。上条ちゃんたちが一体どんな問題に巻き込まれてるかわからないですけど、それが学園都市の中で起きた以上解決するのは教師の役目、大人の義務です。うん、上条ちゃんたちが危ない橋を渡っていると知って黙っているほど先生は子供ではないのです。先生が赤の他人だったら遠慮なく巻き込んでるけど、先生には借りがあるんで巻き込みたくないんです。うん、何気にかっこいいセリフを吐いてごまかそうたって先生は許さないですよ。あれ、どこへ。執行猶予です。先生スーパー行ってご飯のお買い物してくるです。上条ちゃんはそれまでに何をどう話すべきかきっちりかっちり整理しておくですよ。それと、うん、それと先生お買い物に夢中になってると忘れるかもしれません。帰ってきたらズルしないで上条ちゃんから話してくれなくちゃダメなんですからね。小萌先生のことか。うん、これ以上先生は巻き込めないな。そう、もうあの人は魔術を使っちゃダメ。うん、魔導書っていうのは危ないんだよ。そこに書かれている異なる常識や違える法則、そういう違う世界って善悪の前にこの世界にとっては有毒なの。有毒。うん、魔術師ならともかくこの世界の人間が違う世界の知識を知るとそれだけで脳は破壊されてしまうから。破壊って、魔術ってそういうものなのか。知りたい？私の抱えてるもの本当に知りたい？うん、なんていうか、それじゃこっちが神父さんみてえだな。うん、本当懺悔を聞く神父さんみたい。十字教なんて元は一つなのにどうしてこんなに分かれちゃったんだと思う？そりゃあ宗教に政治を混ぜたからだよ。分裂し対立しバラバラの道を歩くことになった。同じ神様を信じてるのにそれぞれが独自の進化を遂げて個性を手に入れたんだよ。個性ね。私の所属するイギリス正教は、イギリスは魔術の国だから魔女狩りや宗教裁判、そういう対魔術使用の文化が異常に発達したの。だからイギリス正教には特別な部署があるんだよ。魔術師を撃つために魔術を調べ上げて対抗策を練る必要悪の教会、ネセサリウス。ネセサリウス。だけど汚れた敵を理解すれば心が汚れ、汚れた敵に触れれば体が汚れる、その汚れを一手に引き受ける部署、その最たるものが10万3000冊。うん、魔術っていうのは式みたいなものだから上手に逆算すれば相手の攻撃を中和させることもできるの。世界中の魔術を知れば世界中の魔術を中和できるはずだから、私には10万3000冊の魔導書が。叩き込まれた。そんなヤバいもんなら読まずに燃やしまえばいいじゃねえか。重要なのは本じゃなくて中身だから。原点を消してもそれを伝え聞かせちゃったら意味がないの。それに原点の処分は人間には無理。え、正確には人の精神では無理なの。どうしようもないからこそ封印するしか道がなかったんだよ。つまり連中はお前の頭の中にある爆弾を手に入れたいってわけなんだな。10万3000冊は全て使えば世界を例外なくねじ曲げることができる。てめえ
そんな大事な話になんで今まで黙ってやがった。だって信じてくれると思わなかったし、怖がらせたくなかったし、それに嫌われたくなかったから。ざけんなよてめえ、舐めたこと言いやがって。必要悪の境界ネセサリウス、10万3000冊の魔導書、とんでもねえ話だったし、聞いた今でも信じられねえ。だけどな、たったそれだけなんだろ。見くびってんじゃねえ。たかが10万3000冊を覚えた程度で気持ち悪いとか言うと思ってんのか。ちった俺を信用しやがれ。人を勝手に寝踏みしてんじゃねえぞ。あ、ほら俺ってば右手があるから魔術師なんざ敵じゃねえし。けど補習で学校に行かなきゃならないって言ったから。言ったっけ。絶対言った。いいんだよ学校なんて。じゃあなんだって学校に行かなきゃとか言ってたの。予定があるからって。私がいると居心地悪かったんだ。インデックスは生きてるよ。彼女に同伴していた少年の身元を探りました。で、あれの右手は何だった。少なくとも魔術師や異能者といった類ではないとしか。なんだ、もしかしてあれがただの高校生とでも言うつもりかい。やめてくれよ。何の力も持たない素人がイノケンティースを退けられるほど世界は優しく作られちゃいない。そうですね。むしろ問題なのは彼がただの喧嘩っ早いダメ学生というカテゴリーになっていることです。情報の意図的な封鎖かな。しかもインデックスの傷は魔術で癒したときた。神崎、この極東には他に魔術組織が実在するのかい。学園都市で動くとなれば何人も理事会のアンテナにかかるはずですが、敵戦力は未知数。対してこちらの増援はなし。楽しそうだよね。本当に楽しそうだ。あの子はいつでも楽しそうに生きている。僕たちは一体いつまであれを引き裂き続ければいいのかな。複雑な気持ちですか、かつてあの場所にいたあなたとしては。いつものことだよ。結局スーパーから帰ってきた小萌先生は何の事情も聞かずに俺たちをアパートに泊めてくれた。買い物に夢中で忘れたのか、全部忘れていたことにしてくれたのか、それは聞いていない。おふら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 。なんでもない。用がないのに名前が呼べるってなんか面白いかもね。トーマ、聞きたいことがあるんだよ。小萌が言ってた、ジャパニーズ銭湯にはコーヒー牛乳というものがあって、こう腰に手を当てて飲むのですよ。おー、コーヒー牛乳って何？カプチーノみたいなもの？んなエレガントラモン銭湯にはねえけど、お前にゃでかい風呂は衝撃的かもな。イギリスって狭っ苦しいユニットバスがメジャーなんだろ。その辺はよくわかんないかも。どうして？私気がついたら日本にいたからね。向こうのことはちょっとわからないんだよ。ん、どうりで日本語ペラペラのはずだぜ。そういう意味じゃないんだよ。私生まれはロンドンで、セントジョージ大聖堂の中で育ってきたらしいんだよ。どうもこっちに来たのは1年くらい前かららしいんだね。らしい？記憶がなくなっちゃってるからね。最初に目を覚ました時は自分のこともわからなかった。昨日の晩ご飯も思い出せないのに、魔術師とかインデックスとかネセサリウスとか
そんな知識ばかりぐるぐる回って本当に怖かった。じゃあどうして記憶をなくしちまったかもわかんねえってことか。うん。お、トーマ、なんか怒ってる？怒ってねえよ。なんか気に障ったなら謝るかも。トーマ、何キレてるの？思春期ちゃん？その幼児体型にだけは思春期とか聞かれたくねえよな。ほんと。な、何なのかなそれ。やっぱり怒ってるように見えるけど。それともあれなの？トーマは怒ってるふりして私を困らせてる？トーマのそういうところは嫌いかも。あのな、元から好きでもねえくせにそんなセリフ吐くなよな。いくらなんでもお前にそこまでラブコメっぽい素敵イベントなんぞ期待しちゃいねえからさ。で、あれ、なんで上目遣いで黙ってしまわれるのですか姫。トーマ、ん？噛むだけ噛んだら一人でさっさと行っちまいやがって。あれ、人がいない。ルーン人払いのルーンを刻んでいるだけですよ。てめえは神崎香織と申します。神崎香織と名乗るもう一人の魔術師、こいつがインデックスを切った。なんでこんなこと平気でできるんだ。次回、完全記憶能力、科学と魔術が交差するとき物語は始まる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。